コントラコスタ軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州にある軍である。2000年現在の国勢調査でこの軍は人口94万8816人である。軍庁所在地はマーティネズである。1850年コントラコスタ軍はカリフォルニア州設立時の軍の一つとして設立された。コントラコスタ軍の中部ディアブロお及びコンコード、プレザントヒル、 ウォルナットクリークの一部、アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積2078平方キロメートルである。このうち1865平方キロメートルが陸地で213平方キロメートルが水地域である。総面積の10.25%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は、 人口948,816人、344,129世帯、及び242,266家族が暮らしている。人口密度は509平方キロメートルである。190平方キロメートルの平均的な密度に354,577件の住居が建っている。この軍の人種的な構成は、 白人65.50%、アフリカンアメリカン9.36%、ネイティブアメリカン0.61%、アジア人10.96%、太平洋諸島系0.37%、その他の人種8.06%、および本欠5.13%である。人口の17.68%はヒスパニック、またはラテン系である。 34万4129世帯のうち35.40%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、54.50%は夫婦で生活している。11.50%は未婚の女性が接待種であり、29.60%は家族以外の住人と同居している。ーセントは独身の居住者が住んでおり、 8.00%は65歳以上で、独居である。一世帯の平均人数は2.72人であり、家庭の場合は3.23人である。この群内の住民は26.50%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.70%、25歳以上44歳以下が30.60%、45歳。 以上64歳以下が23.90%及び65歳以上が11.30%にわたっている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は95.40人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.20人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は63,675ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は73,039ベイドルである。男性は52,670ベイドルに対して、女性は38,630ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は36,15ベイドルである。人口の7.60%及び、 家族の5.40%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.80%及び65歳以上の6.00%は貧困線以下の生活を送っている。マーティネズにある軍資料館。当時使用されていた裁判所長者を活用。この軍内には19の市町村がある。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 se 年1月31日閲覧。ありがとうございます。